セブ市はフィリピンのセブ州の州都である。フィリピン国内で人口が5位の大都市である。メトロマニラやメトロセブを単一の都市とみなせば国内第2位の大都市となり、競技のセブ市はメトロセブの中心地域となっている。また、現代の首都であるマニラよりも古いフィリピン最初期の植民都市でもある。2010年現在の人口は約87万人。 バランガ数は80。セブ氏は国際線、国内線など多数の航空路線の重要なハブであり、フィリピン中部のビサヤ諸島から南部のミンダナオ島に至る地域の商業、交易、産業の中心地である。近年は観光業と家具製造が盛んなほか、コールセンター業務、ソフトウェア制作など情報産業のアウトソーシング先としても活況を呈している。 セブ市の山手に立つウォーターフロントセブシティホテル。旧セブ空港跡地の再開発の一環として建てられ、カジノや国際会議場を要する市街は、セブ島の東海岸に沿って広がっており、マンダウエ市、ラプラプ市、タリサイ市などの市長を合わせて、メトロセブと呼ばれる大都市圏をなしている。 メトロセブ県の総人口は2347,096人であり、メトロマニラに次ぐフィリピン第2位の都市圏を形成している。セブ市の沖にある、マクタン島にあるマクタンセブ国際空港は、セブ市中心部から車で40分のラプラップ市にある。セブ市の北東は、マンダウェイ市とコンソラシオン町があり、西は山を越えた西海岸側に、トレド市とバランバン町が、南は、 タリサイ市とミングラニラ町がある。マクタン海峡を越えた東は、ラプラップ市のあるマクタン島で2本の橋で繋がっている。セブ市は観光都市でもある。周辺はビーチリゾートが多く、セブ市はその中継点であり、ショッピング都市にもなっている。セブ市は多くのローマカトリックの教会が立ち並び、征服者レガスピが建設したサンペドロ要塞など、 植民都市の名残が随所に残る。セブ市は南に海、北に山がある。大きく分けて植民地時代以来の古い下町である海沿いの地区と第二次大戦後丘陵地の上に拡大した近代的な山手の地区に分かれている。コロン通りより南の下町には昔ながらの大きな市場カルボンマーケットが港にあるほか、サントニーニョ教会、セブ大聖堂、市役所、 3. ペドロ要塞などが集中する。下町から北へオスメーニャ通りを進んだ先にあるオスメーニャサークルが山手の中心で博物館や州政府、観光客相手の巨大ショッピングモールや邸宅街が並ぶ。リゾートホテルはセブ市の山手やマクタン島の南東海岸に多数ある。こうしたフィリピン中南部の文化、交易の拠点であることから、 クイーンシティ・オブ・ザ・サウスの異名がある。セブの中心部サンペドロ要塞1930年代の市街地。YMCA と日経商店の対象バザールセブ、またはスグブはスペインによる植民地化以前から港町だった。中国のほか東南アジアの多くの国々と取引が行われており、イスラム教も伝わっていた。1521年4月7日、 フェルギナンド・マゼランはセブに上陸した。彼はセブの領主であったラジャ・フマボンを改従した。ラジャ・フマボンとその王妃、住民たちは同年4月14日に洗礼を受け、最初のフィリピンのキリスト教徒となった。マゼランは地元の領主同士の争いに介入して、キリスト教に改修させていったが、この島々をスペイン領として宣言することはできなかった。 マゼランに従わない領主ラプラプとの戦いが、隣の幕ン島で4月27日に起こり、打ち死にしたからである。1565年4月27日、征服者、ミゲル・ロペスデレガスピは、兵士たちと、セアウグスチの修道会及び、フランシスコ会からの修道士と共に上陸し、ラジャ・フマボン王の息子、ラジャ・トゥパス王の町を攻撃、占領。 フィリピン植民地化の最初の足がかりを築いた。マゼランがサンミゲルと解明したセブの街はレガスピによってビラデル・サンティシモ・ノンブレデ・ヘススと再び解明され、マニラが植民地化されるまでの6年の間、セブ氏は新しいスペイン植民地の首都であった。彼らはこの海岸にメキシコとの貿易や現地人との戦争に備えた。 公安県要塞のフエルサデ・サンペドロを建設したが、これは今もセブ市の海岸に残っている。3世紀の後、1898年6月12日、スペインの支配は倒され独立が宣言されたが、続くアメリカ合衆国の侵入により再び植民地支配が続いた。1901年、セブは町となり1937年2月24日、市となった。 第二次世界大戦では日本軍に占領された後、1945年にはアメリカ軍による脱海が行われ激しい戦場となった。戦後は地主と小作の対立が激しく、ゲリラが活動する他の島や都市と比較して、セブ氏は平穏なため多くの海外からの工業投資や観光投資を呼び込んでいる。セブ氏は フィリピン中部の中部ビサヤ地方セブ州の都市で、南北に細長いセブ島の東海岸中央部に一致している。地域は315平方キロメートルで、北東でマンダウェ市とコンソラシオン、西でトレド市とバランバン、アストリアス、南でタリサイ市とミングラニラに接する。また、マクタン海峡を挟んだ東には、マクタン島のラプラップ市が存在しており、そのさらに先には、 ボホール海峡を挟んでボホール島がある。年間の平均気温は摂氏28度で1年を通して明確な雨季は存在しない。セブビジネスパークセブでは観光産業が盛んである。セブや周辺の島々にはビーチやホテル、ダイビングスポット、遺跡といった観光地が多数存在しており、国内外から多くの観光客が訪れている。 またセブはその地理的要因からフィリピン中部や南部に向かう観光客の陸、海、空のゲートウェイとなっている。セブ氏はフィリピンのビジネスプロセスアウトソーシングの主なハブでもある。米国系投資アドバイザリー企業ターリンズ社による2013年の世界のオフショア先ランキングではセブ氏は8位にランキングしている。2012年のセブの ITBPO の収益は 全国合計が130億ドル、前年比18.2%増なのに対して、前年比26.9%増となる4億8400万ドルであった。セブビジネスパークとセブ IT パークからなる、セブパークディストリクトには、金融や IT、観光業といった、様々な業種の企業の本拠地が置かれている。セブパシフィック航空のエアバス A320 フィリピンの、 造船業は2012年現在世界第4位の建造量を誇り、セブの造船会社では7万トンを超えるバラ積み貨物船や高速艇も建造されている。セブ市とは山を挟んだ反対側の海岸にあるバランバン市には日本の広島県に本拠を置く常石造船が1994年に造船所を開き、同社の主力工場となっているほか、 オーストラリアの高速船メーカーのオースタルもバランバン、市に大規模な工場を置いている。セブパシフィック航空はセブを本拠地とする航空会社で、同社は2008年、世界の航空会社の中で最も高い成長率を記録した。同社の2007年の乗客数は約550万人で、これは前年比57.4%増という高い数値であった。 2011年1月6日、セブパシフィックはマニラ・北京便で累計5000万人の乗客数を達成しており、同社は2015年の1億人到達を目標としている。将来的には中東やアメリカ、オーストラリア、それにヨーロッパへの路線拡大を目指している。2012年に18.8%の成長を見せた不動産業は、 セブで最も急激な成長を遂げている産業である。強い経済指標と投資家の指示から、さらなるコンドミニアム計画や、ハイパーマーケットの建設が進められている。市の南では、サウスロードプロパティーズと呼ばれる300ヘクタールの再開発計画が進められている。マクタンセブ国際空港セブ市の空の玄関は、隣接するラプラプ市に位置するマクタンセブ国際空港である。 同空港からはフィリピン国内各地に加え香港、マレーシア、シンガポール、タイ、日本、中国、韓国といったアジア各地へと直行便が設けられている。2018年には新しいターミナル、滑走路が完成。免税店なども拡充されて利便性が大幅に拡充された。セブには多数の国際線や貨物便が就航しており、 さらに首都マニラのニノイアキの国際空港を経由することで世界各地へと結ばれている。市の電力の大半はビサヤ諸島の多くの島々と同様、レーテ島の地熱発電によりまかなわれている。石炭火力発電所も存在するが、これらは環境への影響から議論となっている。新たな石炭火力発電所が建設されており、完成後は市を既存の電力ネットワークから、 独立させることが想定されている。セブには国内、国際湖があり、セブ港湾町により管理されている。港は約3 5トルにもわたる経流スペースとともに、市の海岸線の大きな範囲を占めており、ビサヤ諸島やミンダナオ島をめぐる航路の80%以上がセブを拠点としている。サウスロードから見たセブのスカイラインサウスロードプロパティーズは、 セブのセントラルビジネスディストリクトの沿岸部で進められている広さ300ヘクタールの再開発計画である。この再開発は娯楽施設や住居、ビジネスといった様々な目的に進められている。計画はフィリピン経済区長の下、日本の国際協力銀行の資金により進められている。SRP にはセブ海岸道路と呼ばれる 12km の4。 車線道路が走っており、路上からはセブの南海岸とボホール島を眺めることができる。通信環境としては、ブロードバンド回線とワイヤレスインターネット接続が利用可能であり、大手通信会社によるサービスが提供されている。1990年代には稲谷湾、埋め立て処分場が建設され、市のゴミ問題が緩和された。しかし、同処分場も限界が近づいており、 州政府は新たにメトロセブの北部と南部に計二つの処分場を建設することを計画している。2005年6月、市は法律によりゴミの分別を義務付けた。公共交通機関としては市街並びに都市圏全域でジープニー、バス、それにタクシーが運行されている。市では市内とマンダウェア、ラプラプ、タリサイといった 近隣都市との間の交通を改善するためにバス高速輸送システムの導入が可能かの調査を進めている。これはマニラ首都圏のマニラライトレールと同様の発想によるものだがよりコストが抑えられている。BRT はラテンアメリカで広く導入されており、現在ではアメリカやオーストラリア、インドネシアにも広がっている。計画では セブビジネスパーク並びにノースレクラメーションエリア、サウスロードプロパーティーズ、マクタンセブ国際空港を通る路線が考えられている。シヌログの祭りセブ市はフィリピンの宗教を文化の中心の一つである。街の一番のシンボルはマゼランクロスである。触ろうという人が多すぎて、今は八角形の聖堂が被せられているが、フェルディナンド・マゼランが 世界一修公会の途中、1521年にフィリピン諸島に上陸したのがここで、その際地元の領主ラジャフマボンとその王妃、400人ほどの住民がキリスト教の洗礼を受けたという。その際に王妃にサントニーニョ像が送られており、これが今セブの守護聖人になっている。サントニーニョ像を記念した教会であるサントニーニョ教会を中心に1月の 第三日曜日には通りをダンサーらが練り歩く、盛大なシヌログの祭典が催され、観光客も多く訪れている。セブの人々は、セブアノと呼ばれ、オーストロネシア人、中国人、日本人、スペイン人などの子孫である。うち中国系フィリピン人はスペインによる植民地時代に、福建省からやってきて、地元民と根血し商業に携わった。十九世紀以降も絶えず、 中国から新しく移民する人がセブに流入している。セブでは中国人は数世紀にわたり政治的、経済的に大きな役割を果たしており、メトロセブの高級住宅地を占め、セブ人のほとんどは大なりこなり中国系の地が入っている。近年は韓国人が7万人ほどが住み、少数派民族の中では中国人を除いて最大の集団となった。 セブアの語がメトロセブの最も一般的な言語であり、教育やビジネスの場では英語が使われている。また教育の場では国語としてフィリピン語を習うため、セブ人はタガログ語も話すことができる。その他、ビサヤ諸島の言語を理解する人もいる。家人の間ではアモイ周辺のビンナン語方言をもとにフィリピンで変化したランナン語も話される。宗教はキリスト教。 特にカトリック教会とプロテスタントが主流であるが、ミンダナオ島から来たマラナオ人らの間ではイスラム教が信仰される。カジンには仏教や道教を、インド人にはヒンドゥー教を信仰する者も,もおり、セブの山手の邸宅街には大きな道教寺院が立つ。セブはフィリピン最古級の学校も含め、マニラに次ぐ高等教育の集積がある。 サンカルロス大学、フィリピン大学セブ校、サンノゼリコレトス大学、セブ大学、マニラ以外では、初の医学部を設置した、サウスウェスタン大学、セブ市販大学などが名門であり、ホカビサヤ大学、セブイカ大学、セブ効果大学、アジア技術大学も評価が高い。フィリピンの中部と南部の多くの学生が、メトロセブの大学へ進学する。また、 韓国人の児童や生徒が基礎の英語を学ぶため、イラン人学生が薬学を学ぶため多数メトロセブに住む。昨今は日本人の語学留学先としても人気が高く、従来からある韓国資本のみならず、日本資本の語学学校も多く設立されている。スペイン統治の名残で、キリスト教の教会、スペイン統治時代の要塞、港町らしい。 巨大市場博物館などがある。ありがとうございます。